So first, we'd like to start with Professor Imamura's presentation on the idea we have for the future here. Thank you very much, Ono-sensei. I'm going to present the idea from IDIDES by using the slide in Japanese. So I switch from English to Japanese. Sorry, so please use the translation machine. それでは国連防災会議後にですね、まあ、何をしたらいいのか、我々の考えをですね、ご披露させていただきたいと思います。でまずこの国際会議という意義がやはり防災においても非常に重要でございまして、世界各国、またさまざまな職業、また役割を持った方たちが一堂に集まり、それぞれの経験、課題、また方向性を議論する、非常にこのことはですね、重要だと思っております。で特に今回は、我々が受けました東日本震災での経験、またそこから得た知識ですね、これを世界につなげたい、これが非常に重要なものでございますが、その今回の会議の後もですね、きちんとその知識というのはさらに深まり、またそれを伝えなきゃいけないと思ってございます。そのためにここに挙げましたのが世界防災フォーラムという同様なですね、国際会議を開催させていただきたいというところでございます。日本語で世界防災フォーラムと書いてございますが、英語ではインターナショナル防災フォーラム、防災という言葉、日本語をですね、ぜひ世界の方に知っていただきたい。ミティゲーション、プレベンション、さまざま、今レジリエンス等々はございますけれども、防災というのは我が国がまさに昔からさまざまな伝承とかですね、さまざまなハードソフトのコンビネーションを挙げた災害への対応を防災ということで、これについても議論を、このについて議論をしたいと思っております。で、先ほど言いましたような被災地からの発信を継承する、これは重要なことでございます。また災害、またそれに対する軽減に関する広いテーマを議論するということで、そこでは政府、国際機関、これはまあ国連関係の会議でございますけれども、それに加えて何と言いましても企業、学術館、NGO、一般市民の方たちが集まることが重要だと思います。この仙台会議においても350を超えるパブリックフォーラムがあるということで、このあるべきさまざまな方のメンバーが入っているということではございますが、それをぜひ続けるような場が必要だろうと思ってございます。全体会議、シンポジウム、またさまざまなテーマを持った分科会、展示等が必要だと思います。でさらに言うと、被災地から文化芸術などって書きましたけども、まあ言葉、またさまざまな科学的なデータというのはもちろん我々理解ができまた有用ではあるんですけども、その言葉とかまた、まあ、表現を言語等を超えたですね、表現方法があるかと思います。文化芸術祭ということでございます。先日も竹下恵子さんに語り部ということで、我々が体験したお話をですね、音楽また背景にですね、絵画を置いていただいて伝えさせていただきました。ストレートに我々の心に響く大変素晴らしいイベントだったと思います。そういうものも含める必要があるかと思います。で、 できればまあ2年後にこのようなフォーラムをやりたい。でまあ、構成としましては、やはり今回の 3.11 の状況を見ていただくこと、また我々日本で実施しております、また今後やる行わなきゃいけない技術や知見というのを共有化させていただきたいと思います。で何と言いましても企業の方、また市民の方がどうやってこの防災の活動に参加するのか、どういうモチベーションが必要なのか、またどういう仕組みが必要なのか、そういうものを議論させていただきたいと思います。でこれによってですね、 3.11 の経験をですね、風化させない、こういうことが期待できると思っております。残念ながら我々日常生活の中で4年になります当
時の状況、また当時学んだはずのものも忘れつつあるということでございます。おそらく今回の世界会議で採択されるだろう行動枠組みもですね、2年に一度などでステップバイステップで確認する必要があるかと思います。そのような場になったらなと思ってございます。このフォーラムというのはメンバーまた目的というのが重要でございまして、それをまとめさせていただきました。以上になります。ありがとうございます。Thank you, Professor Imamura.